みんな大好きマインクラフトじゃないんですよ、今回はね。なんと今回はこのダンボール版マインクラフトをやっていきたいと思うんですけど、ちょっと後ろにロボが歩いてんのよ。で、なんか剣もなんか このロボなんだと思った方、高評価とチャンネル登録をしてってね。俺もこれ全然わかんないんだけど、続きでオンラインでプレイ、一人プレイオンライン、なるほどね。一人で生き抜けと、このダンボールの世界を一人で生き抜いていけと。え、すごい、見て、なんか恐竜いるんだけど、猿って、待って、シュレックもいる。お、来た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 、すごい、見て、俺のダンボールパンチが繰り広げられてる。木を殴り倒して木材を入手しよう。すごい、これマジでマインクラフトだ。今砂漠にスポーンしたってこと。俺キップ、洞窟あるよ、ちょっと。お、あ、すごいすごいすごい、長押しで掘れる。何これ、あ、すごい、なんか置ける、土を置ける、土。ちょっと良くない形になったね。この世界来て初めて作ったものが、見て、すごくない、全部ダンボールだよ。だからこれを殴って、おい、なんかオーバースローハンドで殴ってる俺。おおおお、すごい、あ、なるほどね。木をぶん殴り倒して、あの、転倒させるんだけど、なんかカニ、え、カニいるんだけど、これカニ殴れんの。お、お前、カニだかグッズのカニがいる、食うんじゃねえカニ、なんかお前、いた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 、やばい、こっち強いぞ、お前やばい、こっち強い、どこまでもついてくんのこれ。武器が必要だねこれね。オッケーオッケー、やめたな、あいつビビったね、さすがに。マインクラフトを極めた男に勝てると思うなよ。お前来てる来てる来てる。朝の茂みを飼って繊維を入手しよう。これじゃね、朝、あ、ゲットしたゲットしたゲットした。木の鍛冶をクラフトしよう。なんだ木の鍛冶って。防具とかあんまりすげえ。エンチャンテーブル、木の鍛冶じゃないのかな。あ、これか、斧か。木材が必要だって。え、これすごいわ、このグラフィックすごくない。木がぶっ倒れるみたいなね、クラフト。あ、そう、あとなんかこれね、形も描けるらしいんですよ、この武器の。すごくない。だから例えばね、え、これで、お前、あ、なんかちっちゃ、見てください。運行の。え、運行のを使えば、速くなるってことでしょ？速いのか？速い気はする、ちょっと。オッケー。オッケー、なんかベリーを食べて、あ、空腹も回復して。ちょっと待って、剣欲しいね、剣。木材が足りねえ。このビッグ、うわ、これめっちゃ時間かかるやん。これは良くないね。こんなに時間かかってたらね。もう、日が暮れちゃうよ、こんなの。もう日が暮れて何、もうこれ。もう2年ぐらいかかるんじゃないのこんな。これだいぶ来たでしょ。だいぶ来たよ。探検、木の探検作りましょう。クラフト。すごすぎる、これ、ディテールが。取っ手の部分とかも持てる。作れる。オッケー、これで。very wrong。うえ、見て、やばい。見て、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 やばくないこれ。お前。すごいこれ、ロングソード。探検という名のロングソード。ちょっと待って、報酬もらえた。お、タイムスもらえた。このロングソードがあれば、さっき苦戦したこのカニ野郎も簡単に倒せるんじゃないかと。お前死ぬ準備はできてるか。ここ何や、ここ何や、おい、ノー、来いよ、来い、来い、来い、おー、早い、こいつ、こいつ足速い。やんのか、やんのか、こちら木の毛持ってんだよ。おら、倒せる、倒せる、倒した。お、肉落ちた、生肉。タイムスゲットした。あ、空腹バー右下に出てたわ。やめろ、恥を知れカニ、恥を知れカニ、恥を知れダンボールガニ。生肉を食べようって出るから食べてみる、ちょっと。お、生肉食べれる、よこせお前の生肉を。あ、すげえ、なって、めちゃくちゃさ、あれから報酬が、カマゲットした、ピッケルも。あ、防具じゃね、お前やばい、防具あんだけど。おー、お、見て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 あれ、ダンボール男や俺完全に。へいや、やばい、ちょっと夜になってきた。めちゃくちゃアイテムもらえるんだけど、これ報酬で。最高、優しすぎん、このゲーム。とりあえずちょっとね、夜になってくる前にね、家を作りたいね。やっぱ夜はどんなモブが出てくるかわかんないからね。あー、もうでも分かってきた。もうだいぶ分かってきた。木の土台？え、全部、これ全部さ、形決めれるんだけど。やばい、これやばい、これやばい、これやばい。俺、絵描くの下手すぎるだから、変にいじると、なんかめちゃくちゃ不細工になるから。来た。お、壁ゲットした。壁もらえた、壁もらえた。おお、すごい。で、木のドア作っちゃえば、
削る。これで？ん？お前やばい。あれ？あれ？木のドア、待って。木のドアなんか下に貫通したんだけど。なあ、これ、ね、意味ねえじゃねえかよ。松明。あ、松明。松明設置できないんだ。こうやって持っとくだけなんだ。おえー、来ました皆さん。我々の第一拠点。あ、ベッドもあるね。狼の毛皮がいるんだけど、ベッド。てか思ったんだけど、これ火つけてたらこの世界全部燃えね。普通にこの世界一巻の終わりじゃね。あ、石ある。石取れんの。おーっと、あ、なるほどね。石取って、アップグレード。すごい、どんどん下行けんだけど。I don't know. What's your mind? 石の、え、待って、なんで、え、石全然取れてないんだけど。これなんかよくわかんない。ちっちゃい石を大量に取って、これになるっぽい。一個のコンパクトな石に。だる。洞窟探検行きたいね。おっと。洞窟じゃないのこれ。これすごい。おしゃれな音楽かかり始めた。すごいすごい、でかい。なんかあるのよ。入れねえし。挟まった。入った。これなんだこれ。これ鉄じゃね？鉄って取れんの木で。もっと強いツルハシが必要。使えないなぁ。なんだこれ。ダイヤモンド？お、なんか。石英。うぅ。痛い。これ、なんかいる。お前なんだこいつ。お前なんだか、お前なんだかマジで。全然こいつ攻撃してこないんだけど。悲しいだな、お前。いた。なんか落ちた、ちょっと待って、皆さん、重大な事件が起きた。出れなくなった穴から。どうしよう。お前。お前、置けるけど。うわ、無駄遣い。あれ、なんか、なんか、めっちゃ色くなったんだけど、掘れる範囲。なんで？あ、待って、石の防具作れた。パンツ、お尻にしよう、お尻。これつけると、石になって、で、なんかもらえたっぽいのよ。石の剣。なんで今まで俺ちっちゃかったんだ、掘る範囲。出れた。よし。オッケー。これで石のピッケル作って。来たよ。これ来たって。お、なんか出てきた、こいつ。お前、スカイ出てくるんじゃねえ！この、気持ち悪いコウモリ人間。We go！ うれ！あ、なんか、なんだこれ。濁ったマジックエッセンスだって。おしゃれだね、ちょっとね。石のツルハシゲットしたから。でもこれ取れるんじゃない？ほら。どうだって、どう？これもしかして焼かないとダメ？これ絶対作業台必要やろ。これを作りたい。かまどみたいなやつ。あ、待って、なんかいる。ほら、何こいつ。こいつ鹿？死ねえ！いて、鹿も攻撃してくんのか、この世界何でも攻撃してくんな。よし、倒した、でも。え、皮落とした？あ、皮落ちてんじゃん。ってことは鹿をキルすればいいってことか。ノー。ノー。よし、来た。作れる。オッケー。これ置けた。おお、これで焼けるってこと？あ、なるほどね。3つ作ったんだけど、銅のインゴット。これ何作れんの？銅のインゴットを使って、クラフトテーブル、クラフトテーブル。お前、お前バグ、お前、お前。なんでこいつこんな坂にいんの？うわー、足りな。ちょっと夜になってきたからベッド欲しいんだけど、狼がいないのよ。なんだこいつら。お、クジャクみたいなの、が。かっこよくね？お前らかっこいいじゃねえか。よかった、お前らの美しさを。そなたは美しい。ここで散る。散るそなたらは美しい。散れ、ボケ。あれ、消えた。消えたぞ。おい、消えた。え？お前、強化クモ男だ。エリートだ、エリート。やめろ、エリート。恥をしてエリート。お、なんだこれ。何？わあああわあああ、狼がいないよ。もういいや、もう狼いないし。これ作ろう、これ。クラフティングテーブルで、このクラフティングテーブルを置いて、ここで、おお、見て、やばい。銅のスコップとか作れるね。やばいんじゃないのと。めちゃくちゃ強そうな武器なんだけど。なんだかもう読めないんだけど。はい、というわけで、ちょっと強くなりすぎてしまったので、今回ここで終わるんですけど、もし続きが見たかったら、ぜひ、高評価とチャンネル登録をして。